箱趣味ネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。箱趣味ネトラジ BJ 増本です。インターネットというのは生活の大部分を占めてるんじゃないかなと思うんですね。というのはこの間、つい先日なんですけども、うちのネットがダウンしまして、全く繋がらない状態になったんですよ。このウクレレ講座アップするにも一動画で1ギガぐらいあるので結構でかいんですよね。で、それがダウンしたらさあどうしようということなんですけども、いろいろと、そのネットの会社に電話したり、調整したり、モデム立ち上げたり、なんだかんだして、結局繋がらずに、業者の人に来てもらって、修理してもらうということになりました。まあ、ブースターという、この電波を広げる、なんかそういう機器が故障してたということで、それ取り替えたら一発で繋がったんですけど、ヒヤヒヤしましたよね。はい、というところで今夜もネトラジスタートです。茅ヶ崎FM。はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。だから動画を上げるのにどうしようとか、あとはオンラインの、レッスンとかもありますから、これどうしようかなと。まあ、動画を上げるのは、まあ、無料の Wi-Fi スポットっていうのがいろいろありまして、まあ、いつも利用させていただいてるコミセンとか、それから駅ビルなんかでも Wi-Fi スポットになってるみたいですね。で、そういうのを調べて、まあ、そこへ行って結局こうパソコンをつないで動画上げたりすればいいんですけど、家でなんとか上げられないかなっていうことで、スマホとつないでレザリングでやったんですけど、これ1ギガを超える動画なので1本上げるだけでも大変でした。はい、もうあっという間に残りギガを使い切ってしまって、で追加でっていう、まあ普段Wi-Fi 環境にほぼいるので、スマホのそのなんていうんですか、ギガ放題みたいなやつは入ってなかったんですけど、まあだからこういう時に困りますよね。今後ちょっと考えようかなと思うんです。まあでも近所のところに行けばいいのかなっていうところ、その Wi-Fi スポットにですね行けばいいのかなというのもあるんですが、その間にごめんなさい、連絡がなかなか取れなかったりとかですね、ちょっとしたことに困りますよね。だからLINE の返事来てなかったよっていう方はごめんなさい。多分それの原因で、たくさんメッセージいただいたり、YouTube のコメントとかもいただいたりしても、それが見れない状態が続いてたりする。スマホで見るんですけど、やっぱりパソコンで見るのと違って、落ち着かなかったり、返信がおぼつかない。あんまり、スマホでこう返信したりしませんので、いつもパソコンでやってるもんなので、その辺ご迷惑をおかけしました。もうこれで大丈夫だと思います。はい。まあ、そのブースターにしてもずーっと24時間つきっぱなしで結構の年数経ってますからね。故障もしますよね。
はい、先週の番組でお話ししたと思うんですけども、バリトンウクレレですね、手に入れました。もうあの YouTube の、ウクレレ講座を見ていただいている方はすでにご存知かと思いますけども、レビューをしたあれです、日曜日だったかな、まあ、その辺ぐらいにやってると思うんですけど、いいですよ。値段が、リーズナブルなのに、物として質としていいなっていうの、こういうのを久しぶりに見ましたね。あのちょっと前はコロナでいう世の中になる前ぐらいはですね、ウクレレそういうのたくさんあったんですけど、だんだんと質が落ちてきたり値段が上がってきたりとかですね、そういうのが多かったんですね。で最近はあまりこのなんていうんですかね、あの新しく出たウクレレ、今まであったものはまあいいんですよ。新しくこれっていうなんか目新しいものっていうのなかなか出てきてない世の中になってたと思うんで、まああの知らないところで出てるかもしれないですけど、あんまりこう目につくものがなかったんですね。でこのバリトンウクレレは DJ が前から欲しいな、バリトンウクレレ買うならっていうので、トップはですねシダーと言いまして、クラシックギターのトップに使ってるもので、サイドバックはマホガニ、まあその辺の単板がいいなーなんていう風な感じでイメージしてたんですよ。そのイメージしてだけれども、それと同じのそのイメージしてるのを買おうとすると結構値段もするし、で、カラーっていうメーカーあるじゃないですか、あそこから結構出てるんですけど、でも形が写真で見た形があんまりこうピンとくるものがなくて、なんかないのかなと思ったら、ある時たまたま、Amazon かな、見てたらこれかっこいいやんっていう小さいのがポンと出てきて、このウクレレ形いいねって開いてみたら、そのマハロのマスターシリーズというやつだったんですね。トップがその名の通りシダー、レッドシダーっていうものなんですけど、クラシックギターで使われてる、やつの単板で、サイドバックも、サペリとか代用材ではなくてマホガニーの単板ということですね。でネックもワンピースで、で思ってた通りの全部が入って、あのイメージ欲しいなと思ってたのが、でピックアップもついて、バリトンってピックアップついてないと、あのライブでやった時に中低域なので音が前にドーンと出てこないんですよね。でウクレレって高音でカーンっていう音なので前に出るんですけど、な赤ちゃんの泣き声とか、あのうわーって聞こえるじゃないですか。大人のおっさんがわーって泣いててもあんまり聞こえない低音だからですよね。そういう風なあのイメージのところ、あの思ってた通りのものがあったのでと思って、値段を見たらびっくりしたと、安くてびっくりしたというところで、注文したんですけど、あの物いいですよ。最近それ以来ずっと家でゴカポにしてバリトンで、弾いてます。ゴカポにして使ってるってさっき言いましたけど、ゴカポにすると通常の、ソプラノコンサートテナーと同じチューニング、まあロー G ですけど同じチューニングになるんですね。だから今までの曲を、弾くのに他の人と合わせるのもそうですけど、まあカラオケで弾いたり歌ったりなんやっていう時に全部そのゴカポして弾けば、そのまま、通常のウクレレ弾いてるのと同じように弾けるんですね。で、それで
代表して使ってます。で、ソロを弾くときだけカップを外して、バリトンのチューニング。バリトンチューニングっていうのはギターの1弦から4弦と同じものですね。ちなみにそのギターの1弦から4弦、ギターに5カップをした1弦から、4弦までがウクレレの1弦から4弦のロージーと同じということですよ。はい。ですので、バリトンに5カップをしたら、通常のロージーのウクレレと同じになるということで、まあ、両方楽しめますよね。で、まあ、言うなれば、ソプラノロングネックとかのハイブリッドウクレレあるじゃないですか。ああいう風な感じですよね。で、5カップにすると、コンサートサイズと同じぐらいの弦の長さになるので、ソプラノよりも弦は長いんですよね。バリトンで5カップがですよ。テナーほどはいかないです。ソプラノ、コンサートぐらいのサイズですので、まあ、コンサート弾いてる感じ。でもコンサートよりもボディがかなりコンサートの倍ぐらいはあるんじゃないですかね、容量的に。だから中低域が豊かに響くんですよね。その音がいいので、そのうちコンサートサイズだけどボディだけがバリトンという、ソプラノロングネックの逆みたいなもんですよね。コンサートサイズなのにボディがめちゃめちゃでかいっていうようなのを作ってもらいたいなとも思うぐらい、まあ気に入ってますね。いいですよ。はい、ありがとうございました。アコシュミンネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。明日は恒例の海レレですね。で、ここのところずーっと、海行って自転車で走ってなんていう話してたと思うんですけど、天気が良くてですね、雨降ってなかった。いや、これも海レレ大丈夫なんだろうと思ったら、明日に限って小雨が、0.2 ミリぐらい。まあ、本当の小雨ですけど、去年って確か夏海でやった時に、雨は全く雨マークもついてない、その降水確率も全然なかったのに降ったっていうことがあるので、なんかそれを彷彿とさせるようなところですよね。ちょっと怖いなとも思ってます。で、天気予報を見ると、雲が広がりやすい空、雨の降る可能性もあるため、雨具をお持ちください。それから雷雨の恐れもありって書いてあります。ちょっと怖いので明日の朝判断ということにさせていただきました。どうでしょうね。ということでネトラジ、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。さようなら。茅ヶ崎 FM